チェノケン。奇跡を望むなら泣いてばかりいないで、幸せにはふさわしい笑顔があるはず。夜明けを待ちながら見つめるその先には、探していた未来が微笑む。両手を広げて、気がつけば思ってる。ほんの少し苦い過ぎた日々を、今はただ愛せないけど、いつになるかまだわからないけど、君のいない世界に向き合わなきゃいけなくなる。たとえ思い出すのも辛いことだって、消えるわけじゃない。奇跡を望むなら一人きりでいないで、手を伸ばせば誰にでも答えはあるから。